2021年5月18日、ドラマ、眠り京四郎や古畑任三郎で知られる名優、田村正和さんの訃報が発表され、日本中が大きな悲しみに包まれます。私生活がベールに包まれたミステリアスな田村正和さんらしく、静かな旅立ちでした。そんな田村正和さんの代表作といえるのが、ドラマ、パパはニュースキャスター。1987年1月9日から3月27日まで TBS 系列で放映。その後2021年に CSTBS でも再放送されました。パパはニュースキャスターは酒を飲むと記憶が飛ぶという独身主義のニュースキャスター加賀美龍太郎のもとに12年前に知り合った女性との間にできた娘が現れ、いきなり3人の父親になるというコメディ。パパはニュースキャスターは好評だったため、放送終了後も1994年まで3本のスペシャル版が制作されました。また、当時子役だった西尾まりさん、鈴木美恵さんらの名前が一躍世間に広まりました。そこで、今回はこのパパはニュースキャスターに出演した主要キャストの皆様の現在についてご紹介したいと思います。パパはニュースキャスターはどんなドラマ？テレビ局の看板ニュースキャスター加賀美龍太郎。彼は40歳で高級マンションに住み、番組のサブキャスター米崎美由紀とは部屋の合鍵を渡すほどの仲。家庭や子育てとは無縁の優雅な独身生活を満喫していました。そんなある日、3人の見知らぬ少女が次々と龍太郎を訪ねてきて、パパと呼びながら家へ上がり込んできます。少女たちの母親の名前は龍太郎にも心当たりがありました。しかも3人とも龍太郎が出会った女性たちにプレゼントしたペンダントを持っていたのです。3人の名前は西尾めぐみ、大塚めぐみ、鈴木めぐみ。姓は違いますが、下の名前はみんなめぐみと言います。これは酒に酔った龍太郎が女性に言った言葉を母親がそのまま名付けたものでした。この日から龍太郎の日常は一変。3人の母親と連絡を取るため居場所を調べることに。その結果、鈴木めぐみの母親はすでに他界、大塚めぐみの母親は新しい男と共にアメリカへ。西尾めぐみの母親はこのことが夫にバレてしまったので、めぐみを引き取ってくれと言い出す始末。そして龍太郎と3人の娘の奇妙な同居生活が始まります。もともと子供が好きではない龍太郎は怒鳴ったりイライラしたりと気の休まる暇もありません。さまざまなトラブルもあり、娘の父親と名乗る男が現れたりもしますが、やがて3人の娘たちはそれぞれ引き取られていきます。さらに恋人のみゆきまでもが仕事でアメリカへ。一人になった龍太郎。ほっとしたのも、つかの間、押し寄せてくる寂しさは隠しようもありません。怒鳴りまくった日々を思い出し、感傷的になっていた時に、玄関のチャイムが鳴ります。ドアを開けるとそこに立っていたのは、出演者の現在は？それでは、ここで、ドラマ、パパはニュースキャスターに出演した女優、俳優の皆様の現在についてご紹介しましょう。田村正和、加賀美龍太郎。田村正和さん演じる加賀美龍太郎は、TBS テレビニュースチャンネルの司会者で、マンションの6階に住んでいます。生涯独身を宣言し、悠々自適な生活を満喫する独身貴族です。子供と甘いものが、嫌いな上に気難しい性格。2021年に亡くなった田村正和さんは、名優、坂東妻三郎さんを父に持ち、兄の田村貴弘さん、弟の田村亮さんも俳優です。高校在学中に、映画、永遠の人でデビュー。その後も、いくつかの映画に出演しますが、1970年ドラマ、冬の旅で人気に火がつき、以降繊細な二枚目役を中心にテレビドラマでの活躍が目立ち始め、眠り京四郎は代表作の一つとなります。
1980年代は、パパはニュースキャスター、ニューヨーク恋物語、そして、1990年代は、古畑任三郎など、ホームコメディやトレンディドラマで、多くのヒット作に出演します。2018年には、眠り京四郎、ザ・ファイナルに出演。これが、生前、最後の出演となります。タンディという言葉が、ぴったりな田村正和さん。自分が思っている、そして、見る人も思っている田村正和という役者を演じている。だから、田村正和の美しい顔ができなくなったら役者を辞める。田村正和を演じられなくなったら俺は辞めると語っています。プライベートを極端なまでに封印した田村正和さんらしいコメントだと思います。さらに、田村正和を演じてほしいというオファーなら受ける。おじいさんの役はやりたくないとも。これらのコメントに田村正和さんの美学といったものが感じられます。西尾まり、西尾めぐみ。西尾まりさん演じる西尾めぐみは、龍太郎が伊豆半島沖地震の取材で下田市を訪れた時に知り合った女性との間に生まれた娘。3人のめぐみの中でも特に生意気で龍太郎に反抗したりしてトラブルを起こすことも。パパはニュースキャスターで注目され、継続、過保護の過保護などのドラマで活躍する西尾まりさんは、趣味で登山を楽しんでおり、ヒマラヤにも挑戦しました。女優の市毛良枝さんに登山に誘われたのがきっかけだそうです。2021年にはドラマ「青のスクールポリス」、学校内警察、島田、竜兵、市毛のカラス、泣くな研修医などに出演し、名バイプレイヤーぶりを発揮した西尾まりさん。2005年に結婚し、男の子が2人います。ちなみに、ご主人もお子さんも一般人とのことです。西尾まりさんは、幼い頃、吃音がありました。両親の心配に対して医師が勧めたのが、子供がたくさんいるところで楽しいことをするということ。そこで、近所にあった児童劇団に入ることになったそうです。そこで努力した結果が、現在の成功につながっているのですね。大塚千佳子、大塚めぐみ。大塚千佳子さん演じる大塚めぐみは、西尾めぐみ同様、龍太郎が伊豆半島沖地震の取材の際に知り合った女性との間に生まれた娘。母子家庭で育ち、母と二人で暮らしていたが、母が別の男を作って蒸発したため、龍太郎の家に住み着くようになります。大塚千佳子さんは、1980年、水谷豊さん主演のドラマ「熱中時代」でデビューし、パパはニュースキャスター以降も多くのドラマに出演しますが、2011年にブログで芸能界引退を表明しました。2003年にアニメ脚本家の桜井義樹さんと結婚し、一男一女を授かりますが、2011年に離婚、シングルマザーとなります。このような状況の中で、やはり家庭と仕事との両立が難しくなり、芸能界を引退したのでしょう。長らくテレビなどの露出はなかった大塚千佳子さんですが、2021年5月22日の情報セブンデイズに VTR 出演し、田村正和さんとの思い出を語ってくれました。50歳とは思えない元気で美しい姿を見せてくれたことで、ファンの人たちは大喜び。鈴木美恵子、鈴木めぐみ、草薙めぐみ。鈴木美恵子さん演じる鈴木めぐみは、龍太郎が太陽デパート火災の取材で熊本市を訪れた時に知り合った女性との間に生まれた娘。母親は他界しており、3人の中で唯一龍太郎のことをお父さんと呼んでいます。鈴木美恵子さんは、うちの子に限ってパパはニュースキャスターで子役として大成。以降も多くの映画、ドラマ、CM に出演。 NHKBS プレミアムドラマでは、2018年に遥かなる山の呼び声、2020年には黒い画集、証言などに出演しています。鈴木美恵子さんは2016年に映画監督の黒川さんと結婚。黒川さんは
火曜サスペンス劇場などのドラマ制作に関わっているそうで、その作品に鈴木美恵子さんが出演することも。なお、2人の間にはお子さんはいないようです。現在でも貴重な脇役として女優活動を続ける鈴木美恵子さん。パパはニュースキャスターに出演した時の3人娘の再会写真がインスタグラムに公開されています。みんないい笑顔ですね。今後もドラマで活躍してほしいと思います。浅野温子、米崎美由紀。浅野温子さん演じる米崎美由紀はニュースチャンネルのアシスタントで、龍太郎とは恋人以上婚約者未満のような関係。龍太郎と娘たちを陰で支えています。浅野温子さんは危ないデカ、パパはニュースキャスターにレギュラー出演し、抱きしめたい、101回目のプロポーズなどのトレンディドラマで一世を風靡します。その後も救急救命士、牧田沙織ほか映画、ドラマで大活躍。2020年、映画身を尽くし料理嬢、ドラマ悪魔の弁護人、三越バレイジなどに出演しています。1983年、コピーライター、作詞家の魚住努さんと結婚。翌年長男が生まれます。2018年、 NHK の情報番組朝一でアナウンサーの魚住優さんが浅野温子さんの息子であるということが話の流れで分かってしまい、世間の注目を浴びました。女優としてドラマ、映画、舞台に活躍中の浅野温子さんですが、現在は浅野温子読み語りをメインの活動にしているようです。これは日本の神話や各地の民話、伝説を現代語で分かりやすく語る一人舞台という形式で、ご自身のライフワークにされています。所ジョージ、松本保。所ジョージさん演じる松本保は、龍太郎の隣人で主婦。かつては外で働いていましたが、失業したことに加え、客室乗務員である妻のサポートをするということで主婦になったそう。龍太郎以上に3人娘の面倒を見ています。所ジョージさんはミュージシャン、コメディアンとして芸能界デビューし、複数の冠番組を持つ日本を代表するタレント。所ジョージさんの歌はコミックソングが多いですが、心に染み入る歌や哲学的で内容の深い歌も多く歌っています。もはやテレビ界には欠かせない存在の所ジョージさん。かつて娘のために娘に贈るバラードという美しい曲を作りました。所ジョージさんには2人の娘さんがいますが、この歌のように娘さんたちを可愛がっているのでしょうね。所ジョージさんがここまで大きな存在となったのは、妥協のない番組作りでいかに面白いものを作るかということを追求しているからだと言われていますが、まさにその通りだと思います。所ジョージさんの人柄がわかるエピソードを一つ。千原ジュニアさんがイタリア製の高級スクーターを買いたいと相談したところ、所ジョージさんは私のあげるよと一言気前よくプレゼントしてくれたそうです。しかもついでに革ジャンまでもらったとのこと。松本るみ、松本文子。松本るみさん演じる松本文子は龍太郎の隣人、松本保の妻で国際線の客室乗務員。夫のことを好きだと思う一方で、龍太郎のことも気になっています。松本るみさんは1978年ドラマ愛の執着駅など多くの作品でヒロイン役を演じ、大半が耐え忍ぶ女性の役でしたが、1980年ドラマダンプカーちゃんでは家計を支えるためにダンプカーの運転手となる女性を熱演します。コミカルな役からシリアスな役まで幅広くこなせる松本るみさん。現在はお母さん女優として多くの作品に出演しています。最近では反町隆史さんの主演作リーガルハート、命の再建弁護士で涌井絵美さんの母親役で出演。松本るみさんについて調べていると、脳梗塞というワードが出てきますが、脳梗塞になられたのはお父様でした。その介護のために松本るみさんは2年半仕事を休んだそうです。
所有業をきっぱりと休んで介護に専念されたのですね。立派なことだと思います。まとめ、いかがでしたでしょうか。パパはニュースキャスター出演者の皆様の現在に迫ってみました。この作品や古畑任三郎など田村正和さんの姿を見ていると、今でも元気に活躍しているような錯覚に陥ることもあります。とにかく子役として出演した3人娘の演技が素晴らしい作品でした。3人ともこの作品をきっかけにブレイクしたのですね。大人顔負けの演技、とても心温まるドラマでした。